初富駅は、千葉県鎌ヶ谷市中央一丁目にある、新京成電鉄新京成線の駅である。駅番号は、SL12。クリップ現代図に、松戸市掲載の小金木を重ねた地図より、当駅周辺明治新政府により、小金木及び桜巻開墾が行われ、開墾地には開墾計画順位に地名が付与された。初富は、その最初にあたる。同様の駅名には、 二た向田か駅、三崎駅、豊よ駅、五こ駅、六く駅、八幡駅がある。島式ホーム一面二線の高架駅。新形成のほとんどの駅では、方面サインを長方形のものに更新されているが、一番線が仮設ホームになるまで当駅は、北八富駅と同様に旧式の四角形のものが残されていた。かつては、島式ホーム一面二線の地上駅で、 改札とホームの間に、校内踏切が存在した。高架化工事の進捗に伴い、2013年2月3日に2番線ホームを、仮線、仮ホームに切り替えられ、同時に地下通路とエレベーターが設置された。また2014年5月18日に1番線ホームを、仮線、仮ホームに切り替えた。10月5日には、仮駅舎に切り替えられた。 高架駅舎のデザインは文化をテーマに日本の伝統文化の一つである折り紙や空高く飛ぶ紙飛行機をモチーフとしたガラス開口部がアクセントとなっている落ち着きのあるデザイン。イメージカラーは青色。2019年12月1日より駅監視システムを導入。22時から翌朝7時までの間は駅員が不在となる。 2019年度の1日平均乗降人員は5,575人であり、新京成線内では23位で2つ先の北、初富駅に次いで2番目に利用客が少ない。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。鎌ケ谷市役所初富稲荷、神社鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校周辺には、駅が密集しており、南側には、 東部の打線の鎌ヶ谷駅があり、徒歩約13分程度で行くことが可能。また、隣の新鎌ヶ谷駅には歩いて、約10分程度で行くことが可能。また、二つ先の北初富駅にも、東駅から国道464号を歩いて、約10分程度で行くことも可能である。駅の西側には、国道464号、千葉県道8号船橋阿鼻子線。 千葉県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線が走る。駅前の県道を挟んだ向かい側には、ショッピングプラザ鎌ヶ谷がある。駅前に、初富駅入口バス停があり、船橋新京成バスの船01系統、鎌ヶ谷大仏業が発着する。ありがとうございます。